願いします。どんな感じにしますか？ちょっと今日公演だから、はい、ツインテールに。ツインはい、お願いします。当時のメイクさんの知らんからできんのよ。なんで合ってる。入りたての頃は染めちゃいけなかったから黒髪でストレート、だから巻きが解禁された時とか結構嬉しかった。え、やったらダメなの？ダメ、同じ髪型で覚えてもらわなきゃいけないの。そう、まだ自分たちが何者でもないのに好きな髪型なんてしちゃダメだって。え、それ言われんの？言われる。へえ。だからこっそりさしたりしてさ。こっそりできんくね。意味わかんない。なんか徐々に徐々に破っていく。破っていく。ネイルも規定みたいな、ほんとバイトみたいな、ここまでならいいみたいな表があんの？そう、あった。え、なんかグラデーションのみ OK みたいな。やば。当時は厳しかった。今は全然知らないけど、うん、黒髪がすごい嫌いで、私は茶髪の方がきっと可愛いのにって思ってた。え、でもさ、最後の方茶髪じゃなかったの？長くいると解禁されたりする。あー、アイドルは黒髪がいいよね。わかるよ。分かってはいいのね。違う、今となって分かった。昔はもうやりたい気持ちの方が強すぎて、自分が今思えば若い時なんだから黒髪してきゃよかった。今高校生ぐらいの時はだって似合うじゃん、普通に。大人になってから明るい色なんていくらでもできるじゃん。前髪だけちょっとストレートアイロン借りてもいいですか？何度で？あ、200度なんでですか？とりあえずまっすぐにしなきゃいけないんで。うん、こういう感じかな。あー、そうそう、こういう感じ。あ、めっちゃ見て、当時っぽいよ。あ、ほんとだ。わかる？ちょい横見て、うん、てかさ、うん、よくこんなメイクしてたね。漏れてないんだけど。顔のっぺりしてて大丈夫そう？会いたかったミックス？ミックス巻きでお願いします。まだそのメイクさんがここまでやってる。顔ちょっとちっちゃく見えるようにこれくらいかな、出したいです。じゃあミックスでお願いします。アイドルのメイクさんってめっちゃ髪の毛とか仕上げるの早い。やっぱ人数さばかなきゃいけないからさ。そうだよね。じゃあ早くやれっていうこと？そう、今圧かけてる。あ、やばい、え、糊が破れてた。おはさん。てかさ、メイクの流行りもさあるけどさ、女の子が可愛くなるように流行りってできてんだね。だって今の方が断然可愛いじゃん、メイクも。そう思うだけかもしれないけど、この時はこれがマックスでいいと思ったんだけど。高校生の時なんてもうキャンメイクしか勝たんみたいな。でも結局今もキャンメイクって流行ってるからすごいよね。キャンメイクってこの前髪もすごい違和感だわ。スタイルでお願いします。でもコンサートとかあるとさ、朝の6時とか5時とかからさ、そっからずっとメイクしてるんだよ。ヘアメイク本番は夕方とかだけど、うん、朝一にメイクしてずっとそのまま6時、うん、メイクさん死んじゃうじゃん。そう、メイクさん大変大変なんだよ。私なんだっけ、あなたは個人メイクでお金もたくさんもらって。いや、やめてよ。ま、やってる人。いい感じにやってる人。でも私アイドル好きだからアイドルのメイクさんいいな。ちょっとやるほど触れれる。位置は誰くらいにしますか？位置はあのここら辺、耳後ろでよくやってました。耳後ろだけどちょい前目みたいな。でも耳はのより前ではない。こだわり強い。うん、こうやってね、目がつり上がるからこうやって当時もねずっとこうやって押さえてたの。こんぐらいで大丈夫ですか？位置。あ、はい、大丈夫です。あ、いいじゃん、いいじゃん。いいですか？こういう感じです。めっちゃ恥ずかしい、なんか。でもさ、AV 女優としてデビューした当初もこういうのやってたよね。やってほしそうだったもんね。制作側がでしょ。そうそうそう。アイドルっぽくしてほしそうだったよね。うん。その緑の衣装をデビュー作の時に着てほしいって言われて、あ、うんうんうん、それをさすがに断ったの。
アイドルグループのことを侮辱しているみたいだから、それはできませんみたいな、うんうんうん、周りはすごいそれをやっぱ売りにしたいって思うかもしれないけど、私自身はもう生まれ変わりたかったから、その当時のアイドルのことを売りにしたいって自分は思ってなかったから、うんうん、けどやっぱ周りはね、どうさせたそうだったから、売名行為みたいなさ、それを使ってさ、なんか嫌だった、すごい嫌だった。好きだったから、普通にそのグループ自体は、うんうん、できるだけできるだけできるだけ迷惑が、まあ、かかるちゃうからこそ、内容ではかけたくないなって思った。迷惑かけるのはちょっとがいいと。デビューするだけでもう迷惑はかかってしまうから。ごめんね。思ったの。なるほど。すごいいいじゃん、アイドルだよ。自分で言っちゃった。アイドルだよ。あ、すごい、再現度高い、イムさんのおかげだよ。いやいやいや、で前髪がやっぱり今と全然違ってたよね、ほんと。うん、なんかいつのタイミングでシースルーっぽくしたの？韓国が流行り始めて。ああ、あなた早かったもんね。そう、トワイスオーディション番組の時から見てて、モモリンの髪型に憧れて、うん、モモリンの髪色にしてモモリンの前髪を真似してた気がする。今とアイドルのメイク向いてるじゃん。向いてないよ絶対。なんで、うまいよめっちゃ。今との列殺到しちゃうよ。いや、しねえわ絶対に。私なんか超緊張しいじゃん、いろんな人に。